けます。後ろから小宮山、懐に入れた佐藤健介、シュートを狙ってきた。美しい、いや素晴らしいですね。87分見事なループ佐藤健介です。いや押し込んだところからのアイデア、まあ、クオリティの高さ見せましたけど、やっぱ2列目3列目からやっぱボランチの選手が関わってくると捕まえづらいですし、まあ、少しこう前にこうスペース生まれて、いやまあ芸術的なループ出ましたけどね。いい時間に勝ち越しました。少し岡村も唯一じゃないですかこのゲーム、プレッシャー行ききれなかったのが、はい、まあ、もちろんここで収まったというのはありますけど、もう少し行きたかったですよね。キーパー